頑張ってくださいとは言うんだよ、この言葉なんか本当に。一円の足しにもなんだ。俺がどんだけ面白い配信頑張っても、お前一円も投げないだろ。何が頑張ってじゃん。金投げてくれや、ゴミが。もうそんなにくだらない頑張ってとかいらないから。一円の得にもなんない。どんだけ俺がさ、ね、配信頑張っても、お前一円も投げないでしょ。何がそれで頑張ってじゃん。無課金のリスナーばっかいるからね、閲覧がそれなりに来ても全然稼げないんじゃん。そんな無課金のやつらに頑張ってとか、ね、なんか面白い配信してるとか、知るかてめ。パンケーキ食いこうかな。パンケーキ。もう僕だって家でただ喋ってるだけで100万、200万、300万稼ぎたいです。ね。僕なんかあんなにもうね、気違いみたいな親に、気違いみたいな価値観を押し付けられて、連れられて怪我して、毎日ね、料理配信して、それなりに人が見てくれても、そのね、家で喋って閲覧がゴミみたいな人たちに全然勝てないんですよ。投げる人いるかいないかの世界だから、投げ銭は。もうダメです。もう僕にはやる気が起きません。悪魔じゃ出す。もう怪我をね、怪我してさ、本当に痛いからね、これ。マジで怪我してるからね、俺。もうダメだよ。俺配信無理だもん。もう話すこともないしさ。俺基本人と絡むわけでもないからさ、話すこともなくなっちゃう。で別に人と絡みたくもないしさ、別に誘われないわけじゃないんだけど。かといってなんかふわっちの気違いみたいなやつだと関わりたくないし、まあ、俺も気違いなんだけど。もうダメだ。もうやってく自信がない。パンケーキでも食ってくるか、マジで。ちょっとね、気晴らしにガストのパンケーキ100円でホイップクリームを追加して食べてこうかな。ガストの100円でパンケーキに100円で追加のソフトクリームを追加して食ってこようかな。で、ドリンクバーつけても1000円ぐらいでしょ。1000かかんないかな。パンケーキが多分500円ぐらいだと思うんだよね。で、100円追加して、で、ドリンクバーが、まあ、100いくらか200円ぐらいだとしても、まあ、1000円以内で食えるから。あー、やったー、ホイップダリアス、クマショーン、ありがとうございます。ハートクマショーンです。そう、ホイップ代100円ぐらいですからね。1000あれば全然足りるんで、俺、さっきね、まあ、ちょっとだけ時間経ったけど、ご飯食べたから、まあ、別に試食はそんな食いたくないんで、ちょっと時間経つけどそんな腹減ってないんですよ。だからね、ちょっと久々にパンケーキでも食いたいなと思って。家で作ればネタになるやつで、もうやだよ、もう。もうこれ、ほんとネタじゃなくてガチなんだから、あの親が切れてんの、ほんとに。ねえ。ネタでこんな怪我するほどつねるか、ねえ。あと9名の方、クーマさんの回数、パンケーキ写メみたい。わかりました。じゃあ、ツイッターにアップします。食べたら。あれ、ほんとガチだからね。なんか台本とかいう人たまにいるけど。台本でこんな怪我するほどつねります、これね。ほんとにガチだからね、ほら。台本でこんなに怪我するほどつねるか。ね。ガチだからね、マジで。あんなの。もう疲れたよ、もう毎日毎日こんな。親にああだこうだ言われて料理すんの。ガチだから本当に。本当に痛いからね、つねられてマジで。ガチで、本当に痛いから。
うん。ああ、やかんさんから、お前が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 どうせ基本いらずでビリーチでソフトバンクそのままだし。ありがとう。配信切ってガスト行こう。ありがとう。ボーナス60ポイントだす。あと、クビエドコトゴーコパン、パンケーキじゃない。なんだっけ、ククマシャードス。ああ。しかも、リスナーもさ、ね、アンチリスナーが、すぐなんかどっか配信すると電話してくるからさ。電話さえなければね、パンケーキ配信とかだってできるんだよ。うん。前、ガストにさ、ガストに撮影許可もらって、ガストの中で配信したことあるんだけど、それでも電話されて結局なんかダメだって言われたからね。たくさん電話来てるんでちょっと切ってもらえますかって言われて。最初配信許可してくれたのに。あ、スズメニコアラス。もう親もね、あんなんだし、アンチリスナーにも粘着されるし、もうやだもう。結局ちゃんと許可取ってもそうなるからね。ちゃんと許可取ってもさ、結局電話来まくったら企業側だってさ、さすがにこんな生放送で電話かけられたら、さすがにちょっと止めてくださいって言わざるを得ない気持ちもわかるし、うん、許可取った時そんな電話かかってくるなんて思わないだろうからね。いいですよって何気に気楽に言った感じっていうかさ、もうダメだよ。なんかもう詰んじゃった、なんかいろいろ、なんかもう、俺まとも、もうね、これからどうやって生きていこうって感じ、ほんと。僕の人生このままじゃダメだなとは思ってるんだけど。なんかもう詰んできた、いろいろ。いやー、今まで適当に生きてきたツケが回ってきたな、本当に。もうダメだ。もうダメだ。この先はどうやって生きていこう。もうずっとこのまま一生を終えるんすかね。どうなると思います？僕の将来って。もしかしたら俺将来ナマコとかになるのかな？将来、俺、ナマコとかになるのかな。
あんだけ批判しといてさすがに楽勝。だってもらって、俺冗談で言ってんのにさ。そもそも俺もらえねえだろ、家あんだから。ネタに混じりすんなよ。そもそも家あんだからもらえねえわ。じゃあこの投げられたお金でパンケーキ食べてきます。皆さんの投げ銭をうんこに変えてきますんで。お疲れ様でした。あ、バーガーです。お疲れ様です。